こんにちは。こんにちは。関西大学サッカー部の深澤キャプテンです。まずもうすぐね、もう4月9日に関西学生リーグ始まりましたけれども、どうですか、今のチームの状態、もうあと3日後ですかね、はい、始まりますけども、今のチームの状態どうですか。まあ、今のチームの状態としては、天皇予選3試合あって、そこを3連勝で勝ち抜けたっていうこともあって、まあ、雰囲気としては、いい雰囲気の中で練習できていたり、しっかり自信を持って自分たちがやっていることは間違ってないっていう風な、自信だね、確信っていうのを持って、まあ、日々練習に励んでいるので、雰囲気としてはいい感じかなっていう風に思ってます。こう今ちょっと話の中で、こう確信にっていう、まあ、変わってきてるというようなところだったんですけども、まあ、チームが3連勝、まあ、大阪府予選ですよね、あの天皇杯の、あのに戦ってて、どういうところにそのこれいけるぞっていう確信みたいな感じられました。まず3試合で、12得点できたっていうところで、まあ、自分たちのコンビネーションだったり、今年はコンビネーションを多く取り入れてやっていこうっていう、まあ、チームのスタイルとして、まあ、そういう部分にプレシーズンの時から取り組んでいたので、まあ、その、まあ、結果じゃないですけど、まあ、形として3試合で12得点取れたっていう部分に関しては、まあ、自分たちがやってることは間違っていないのではないかっていうふうに、まあ、確信を持てた部分ではありました。ほう、どちらかというとじゃあもう本当得点力今年はあるぞっていうか、はい、点取れるチームなんだっていうところですね。はい。でその中であの、まあ、スタメンで出てるのが、まあ、フォワードで言えば西村邦則という、まあ、2トップなんですけども、はい、その中でも西村選手がねこの3試合全部得点を決めてますと、はい、けどもですから西村選手へのこうキャプテンの期待みたいなところって何かあります。まあ、やっぱり練習の中からでも、まあ、声かけてくれたりとか、まあ、チーム、まあ、やらなあかんだって厳しい声かけっていうのもして、うん、姿勢っていう部分でも、まあ、ゴールにこだわったりしているので、そういう部分がやっぱり、まあ、現れるべくして、まあ、3試合連続ゴールっていうのは、まあ、現れているのかなっていう、まあ、感じているので、まあ、期待通りな部分ではあるんですけど、まあ、この3試合とまずもっと毎試合ずっと継続してゴールができるような活躍をしてほしいなっていう風な、まあ、期待もこれからはしています。なるほど。で、まあ、他にも久野選手だったら百田選手とかの子もね、まあ、途中出場ながらこの3試合で多分 2得点かな、はい、取ってたりしてるんで、非常にフォワード陣も、期待できるかなと思うんですけども、あと、まあ、関大で言えば、まあ、やっぱりこう守ってしっかり守ってというようなところはありますけども、まあ、その中でもどうでしょう、まあ、センターバック高橋、宇田、この辺も非常にちょっとポイントになってくるのかな、まあ、特にその高橋選手と、まあ、谷岡選手も、まあ、中盤ボランチにいますけども、まあ、この辺のこううまくこうスイッチングだったりというところも監督ちょっとポイントなんじゃないかっておっしゃってましたけども、どうですかキャプテンから見てこの辺の、まあ、システムも含めて。まあ、高橋に関して言うと、うん、やっぱり彼は足元の技術が、とてもあって、やっぱり後ろからのビルドアップっていうところで、うんうん、まあ、チームに大きく貢献してくれているなっていうふうに、まあ、僕自身も感じていて、まあ、だからって守備もしっかり、まあ、賢い選手なので、うんうん、頭を使って、まあ、カバーリングだったりで守ってくれているのと、まあ、宇田っていうのは、うん、まあ、昨年あまり試合とかに出場できていなかったと思うんですけど、うん、まあ、その中でもしっかり自分がやるべきことっていうことだったり、まあ、チームのサッカー以外のところでもあのチームの活動に、まあ、大きく、貢献してくれているので、まあ、2人センターバック2人に関しては、頼もしいなっていうふうに、まあ、感じています。なるほど。まあ、はい、あと谷岡に関しても、うん、まあ、彼も去年、1回戦の時からですかね、ずっと彼はトップチームにいるんですけど、なかなかコンスタントに試合に出場できていない中で、うん、今年まあ、守備的なミッドフィルダーとして中盤でしっかりボールを、まあ、奪ってくれるっていう部分だったり、まあ、攻撃面でも、しっかり中継役となって展開してくれたりっていう、彼の武器っていうのが、まあ、3試合だったりっていうのは、まあ、出てきてはいるので、そういう部分では、まあ、彼自身も経験だったり自信っていうのをしっかりつけれているので、うん、 まあ、もう少し前に僕からしても谷岡って頼もしいなっていう感じてます。なるほど。で、まあ、今シーズンから、まあ、深澤キャプテンということで首相に就任されて、どうしよう、こう、まあ、大所帯を、まあ、引いていくというところなんですけども、こう一番こうキャプテンになったからこう自分が、いろんな意識とか、まあ、多分変わってきたのかなと思うんですけども、まあ、その辺の変えたところとか、まあ、チームを、これからこう、ね、戦っていく上でこう大事にしているところ、キャプテンとしてそのあたりってどういうところありますキャプテン。まず、まあ、
チームとして大事にしてることっていうところから言うと、うん、試合前に話すタイミングがあるんですけど、そこでいつも試合前に言うことっていうのは大体決まっていて、うん、まず戦術だったり、まあ、上手さっていうのは今年のチームあると思うんですけど、そういう部分よりもしっかりまずは戦うっていう、まあ、ベースの部分しっかり球際強くいく、まあ、戻る部分戻るっていう、うん、やっぱりサッカーを知る中で当たり前の部分っていうのをしっかりまずは当たり前徹底していこうっていうのは、まあ僕の中では試合に関しては大事にしていることで、僕自身が変えたこととしては、傾聴力っていう、しっかりと、はい、話を聞くっていうところを日々意識しています、うん、なるほど。でどうでしょう、まあね、まあ、神田山はたくさん部員がいる中で、まあね、当然スタメンで出る人もいればそうでない人もいてというところあるんですけども、どうでしょう、今シーズン神田がこう勝ち上がっていく、いい試合をしていく上でこうキーマン、主将が思うこいつ、あ、この選手しっかりしてもらうなとか期待してる選手、まあ、何人かいればちょっと紹介いただきたいなと。まあ、まず一人目は、うん、右サイドバックの松尾雄介。松尾君、彼はそうですね、1回戦の時から、まあ、試合に出ていて、うん、新人賞だったり個人賞を獲得している中で、まあ、2回生3回生になるにつれて、まあ、あまり彼自身も納得いくような結果を残していないっていう現状はあったと思うんですけど、まあ、今年はやっぱり主力として、まあ、主力じゃなくても本当に中心人物として、まあ、彼が今年の顔になるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、僕自身も期待しているので、まあ、サッカー面もそうなんですけど、サッカー以外の部分でもしっかり、彼らしく、彼の考える、まあ、リーダーシップって、まあ、いいと思うんで、そういう部分でもう少しチームを引っ張ってくれたら、さらにチームとしては、まあ、良くなっていくし、まあ、いい戦いができる、まあ、大事なピースな彼なんじゃないかなっていうふうに一人目は思ってます。その松尾選手ですけど、あの、ほんと1年生の時からね、総理大臣杯、はい、2019年かな確か、はい、ちょっと最後準決勝で明治かなんかに負けてという試合、あれも多分経験してる選手かなと思って、本当サイドバックの本当にスピードのある選手だなと思うんですけど、まあ、松尾選手がやっぱ同級生ですよね。そうです、やっぱ彼にいろいろこう私生活も含めて頑張ってほしいという期待を込めるというところですよね。あとなんかもう一人二人誰かいます？一人いなかったら、あ、まあ、同級生じゃない下級生とか、うん、言うとやっぱり、まあ、高橋ですね。あ、高橋選手はそうですね、まあ、去年彼自身も個人賞で、学生リーグで、関西学生リーグのベストイレブンというのに、まあ、彼自身選ばれているので、まあ、そういう部分でも、まあ、神田の高橋というふうに、まあ、他のチームからも見られていると思いますし、うん、まあ、そういう部分で、まあ、センターバックやってるというところで、まあ、彼自身にも、まあ、下級生ではありますけど、うん、学年関係なく、まあ、ピッチでは、リーダーシップしっかりとって、まあ、やってほしいなっていう、まあ、まだまだできるなっていう思いと、まあ、頼もしくやってくれてるなっていうふうには感じるんですけど、まあ、彼だったり、まあ、先ほど挙げた松尾もそうなんですけど、まあ、もっともっとあの2人には、今年勝っていったり、まあ、全員サッカーで日本一っていう目標を達成する中で、まあ、彼ら2人にはもっと、たくましくなってほしいなっていう、まあ、今も信頼はしてるんですけど、はいはい、さらに期待できるなっていうふうに。まだまだできるんだっていうところも期待してるってことですね。なるほど、わかりました。さあ今日は、まあ、今シーズンね、ちょっと昨シーズンちょっとね悔しい思いで、その総理大臣杯も、まあ、インカレもちょっと出れずというところだったんですけども、どうしよう、今シーズンのチームのこう目標どうしたいかっていうところをお願いできますか。今年は、まあ、新4回生で、うん、まあ、昨年末ぐらいからミーティングを重ねてきた中で、まあ、よく出てきたワードとして、まあ、強い神田を取り戻すっていう言葉だったり、うん、まあ、全員サッカーで日本一を、まあ、本当に達成するっていう、まあ、思いもあるので、そういう部分でもやっぱりここ最近の、まあ、大会サッカー部の結果としては、まあ、関西大学の、まあ、あるべき順位ではないですし、まあ、姿ではないっていうのを自覚してはいるので、そういう部分もしっかり変えていって、まあ、関西制覇だったり全国大会にも、まあ、例年出れて、例年そうです、最近出れていないので、そういう部分は持って総理大臣杯とインカレ両方出場っていうのを目指していきたいなというふうに思ってます。なるほど。じゃあ最後にですね、まあ、リーグ戦が4月9日、からですね、まあ、開幕するということで、相手は大阪体育大学というところで1回叩いてますけど、どうでしょう、まあ、この初戦に向けて、開幕戦に向けて最後意気込みをお願いします。
開幕戦っていうのは、難しい戦いになると思いますし、1年間、リーグ戦を戦っていく中で、初めてということでやっぱり大事な一戦にはなってきて、今後の雰囲気っていうのもやっぱり大事になってくると思うので、一度叩いて相手で相手は、2回も負けないぞっていう、強い思いを持ってくると思うんですけど、しっかり受けることなく、昨年だったりの順位からしても僕たちはまだまだチャレンジャーだと思うので、そういうチャレンジャー精神っていうのを忘れず、真っ向勝負で受けることなく、戦っていきたいなっていうふうに思っていることと、学生リーグが、コロナ禍の中なんですけど開催されるっていうことで、自分たちができる、感謝の、表し方じゃないですけど、っていうのはやっぱりピッチでしっかり、躍動することだと思うので、しっかり、有観客だったり無観客の試合もあると思うんですけど、有観客の試合では、見に来てる人たちが、今年の神大いいねだったり、そうやって言ってもらえるような、神大らしさっていうのをしっかりと出して、まず開幕戦目の前の一戦に向けて、いい準備をして、チームとして勝てるように戦っていきたいなというふうに思っています。はい、今日ですね、関西大学サッカー部の、深澤キャプテンにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。